ツイッター浪人界隈っていう浪人生のツイッターのアカウント の, あのジャンルあるじゃないですか。なんかあのプロフィール欄にさ N イコール1とかさ N イコール2とか書いて、な多分1浪してたら N イコール1ってことなのかな、で2浪なら2で3浪なら3みたいな、そういうなんか自己紹介にそういうこと書いてるとかさ、あとなんかあのつぶやきで全落ちしましたとか、なんかこれから予備校行ってくるみたいな、で予備校での写真なんかパシャって自分は写さないけど予備校の風景だけ撮ってとか、あとモンスターエナジーとかさ、そういうなんか栄養ドリンクとか、なんか何が面白いのか分かんないけどそういうのを写したりとかっていう、なんかツイッター浪人界隈っていうジャンルあるじゃないですか。でそれに関してね、僕すごいね昔から思ってたんだけど、あれ何が面白いの？うん、やってるやつもそれ見てなんか盛り上がってる、面白いと思ってるやつも、あ何が面白いのか俺全く分かんないんだよね。僕のツイッターのフォロワーの中にもそういうなんか浪人生の人すごい多いし、フォローしてくるやつのプロフィールとか見たら N イコール何とか気持ち悪いなんか自己紹介書いてるやついっぱいいるんだけどさ、何が面白いのか本当分かんないんだよね。なんか自虐ネタなんだと思うんだけど、なんだろうね、自分がクズであること、なんか浪人して親に迷惑かけたり親の金で予備校行ったりとか仮面浪人とかしてるにもかかわらず、その自分がクズであることをなんか面白いと思ってるみたいな、なんか何が本当面白いんだろうなっていう感じで僕は見てて、でなんかその別にそのいっぱいリツイートとかいいねもらったところでお金になるわけでもないじゃんあれって。でなんかただ本当に自己顕示欲を満たしたいだけの、ネットでしか生きれない、ツイッター上でしか生きることのできない、本当ぶっさいな陰キャラの集まりみたいな感じで、俺マジで本当嫌いなんだよね。うん。で俺は YouTube でいろいろ動画とか出してるけど、まあね、君たち陰キャラがこういう風にね動画見に来てくれるからね、 YouTube から収益ねがっぽりもらってますけど、俺はお金にね変えることはできるけど、自分の行動を、そのツイッター浪人界隈って呼ばれる人たちさ、1円にもならないのに、なんか自己顕示欲を満たしたいがためになんかつまんない、なんか自分が面白いと思ってるのか知らないけど、なんか浪人ネタというか、ね、受験浪人ネタでなんか必死に考えてんだろうね。面白いこと言うよみたいな、これ言ったらなんかいっぱいいいねリツイートもらえるからみたいなこと必死に考えてつぶやいて、なんか自己顕示欲を満たしてるみたいな、君らさね、時間の無駄ってことはいい加減気づこうよ。うんね、親からさお金もらってんのにもかかわらずね、貴重な自分の時間まで無駄にしてんのバカじゃないの。このねミスター中央大学捨て上げはね、君らにいろいろねなんかバカにされてるけど、 YouTube でね君たち陰キャラが動画再生してくれるからがっぽり儲かってるんだよね。え、何君たちはさね、 Twitter 浪人界隈とかいう気持ち悪いジャンルでいくらつぶやいても1円も儲かんないんでしょいやー惨めかわいそうだね。うん、まあこれからもさ、うん、この捨て上げチャンネルを見てさ、まあ、顔真っ赤にしてると思うけど、僕の養分になってもらってさ、僕にお金いっぱい落としてってよ。で、くっさいくっさいさ、ツイッター浪人界隈で、ね、なんか気持ち悪い陰キャラ浪人生たちとさ、仲良く盛り上がって、自分の時間無駄にしてってください。はい。で、間違いなく言えるけど、なんかそのツイッターでつぶやいて、浪人ネタとかつぶやいて、なんか自己顕示欲満たしてるやつが、間違いなくね受かんないから、うん、絶対落ちるからね、うん、まあその落ちたことすらネタにしてるっていう、そういうジャンルだと思うんだけど、それすらクソ寒いけど、まあ俺はその浪人してた時、二浪してた時一切そのツイッターとかやってなかったし SNS とかやってなかったから、基本的にその外部との関わりをほとんど断って勉強中心の生活をして、まあ一応浪人成功っていうね、まあ結果になったんで、まあ僕が言うんだからね間違いないよ。僕ツイッターやってなかったから、受かりたいんだったら、自分の志望校に受かりたいんだったら、今すぐその気持ち悪いねツイッター浪人界隈とかいう気持ち悪いねつぶやきとかやめて、さっさと勉強に集中した方がいいよ。あ、じゃあさよなら。